で、あとさっきやりましたけど、記憶する B 細胞、メモリー B 細胞、ミステルのことですね。だからこれもあの抗原っていうのはたくさんあるんだけど、同じものに感染しても次軽く済む。でこれはやっぱりさっき言った B 細胞ですね、が、でその前にですね、この親和性の成熟っていうのをやるのを忘れたんですけど、ここですね、ここですね。でこの B 細胞っていうのは、育つと形質細胞になるって言ったでしょ、でその形質細胞からいろんな抗体が作られるわけなんですけど、最初はですね、実はその抗原ってね、同じこのコロナちゃんでも、コロナちゃんどんな形してるかっていうとですね、コロナちゃんのこれですね、この抗原として認識されやすい、ちゃんと認識されやすいのがですね、こういう外側の突起のピコピコちゃんなんですね。実はまあいろんなところが抗原としては確かに認識されるんだけど、一番効率よく認識されるのはこういうところなんです。でも最初ですね、この親和性っていうんですけど、いろんなところに対して作るって言ったでしょ、いろんなところに対して作るから効率の悪い抗体も作るわけですよ。例えば100個打って100個作って1個しかくっつかないとかほとんどくっつかないですね。そういうのから1対1でほとんどくっつく、まあそういうのなかなか作りにくいですね。すごい効率のいいのから、そんなね、ね、分かりました。それ結合率っていうんですけれども、結合率の悪い、まあ、親和性が悪いっていうんですけど、親和性っていうんですけど、そういうの親和性が悪いのからいいのまでいろんなものを作るんですね。いろんなものを、その一つ一つの細胞が決定していくわけですよ。どういうもの、どういう酵素抗体を作るかっていうのを。そうするとですね、だんだんとここでセレクションがかかっていって、低親和性のものを殺していく、高親和性のものを残していく。イラン兵隊は死ねってことまた役立たずは死ねっていうことが体の中で起こってるんですよすごいですね、生態ってね。これを親和性の成熟という段階ですね。じゃあ仕事できる人が、そうそう、できる人、戦える人を残す。しかもそれを増やす、まあ当たり前ですよね。そうです、効率を良くするってことがもう体の中で行われてるんですね。でそしてそういう親和性の成熟っていうのが終わったら、今度完全に成熟して形質細胞ってなって骨髄へ移動すると、で他のその、他のものはですね、メモリー、他のものが記憶細胞になって残る。まあ、それも全部残ってるわけじゃなくて、最初は数多いんだけど、感染の後はだん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 減っていく、いるかいないか分かんないような状況になるということですね。で、このエピトープという言葉が出てきましたけども、では B 細胞は一体抗原のどこを認識しているのかっていうと、ですね、そのさっき見ました、さっきのコロナじゃんだと、トゲトゲの部分ですね、大体そこが当たります。エピトープというのはその抗原として認識される部位を言いまして、まあ、特別な免疫を増幅する能力の高い特別なタンパクと。でこれもね、だから複数あるんですよ。そのエピトープの種類によって、そのどこを認識するかで、その抗体 の効率が決まるんですね。そうだから、でも大抵複数の抗体が作られるんですよ。複数のエピソープに対してそれぞれの抗体が作られるので、同じコロナじゃんだったら1種類だけってことはないです。この SARS-CoV-2 だったらこれ1種類とか、そういうことではない、もう複雑なんですよ。実はですね、今回コロナじゃんも違うコロナじゃんがありますよね。で違うコロナじゃんと交差反応するでしょ。でここが問題で、それはいいことなのかって言ったら、今のところはですね、違うコロナじゃんにかかってたら軽いんじゃないかって言われてるんだけど、実は本当かどうか分かんないんですよ。なんでかっていうとですね、ここに書いてあります。新しい抗原がですね、以前こう免疫応答を生み出した抗原と同じではないのに非常に類似している場合、記憶細胞が見覚えのある抗原に対して最適な効果を持たない抗体をどん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 参戦して、だから違うんだから、違う B 細胞を育てて形質細胞を育てないといけないのに、そっちが働かなくてこっちでやっちゃうと、例えば20対1とかそういうふうにものしかくっつかない効率の悪いシステムで戦っちゃうっていうことになってしまうわけですよね。そうなんです、そうなんです。
だからそれが案外いいことなのかどうか分かんなくなってきたでしょ。ほら深いんですよ。深いの。だから今ほら抗体検査って抗体検査言ってるけど、実は他のコロナに対しても交差反応あるということは分かってるわけなので、どれくらいの精度の、ね、例えばこの SARS-CoV-2 に対して特異的な抗体を検出するシステムだったらいいんですけど、ザクッとコロナじゃんだったら分かんないわけですよ。その辺が俺大丈夫なはずなのになんで感染するんだってことになっちゃうの、そんな検査をやったら。だから私はソフトバンクのこの検査がどの程度のものなのかを知りない。こうだって抗体検査ってどこに対しても作れちゃうわけだから、さっき言った通り、ね、どの抗原に対しても抗体ができるでしょ。でじゃあどういう効率の抗体をあると言ってるのかが分かんない。怖くなってきませんでした。ものすごい理解しました、ね、すごい問題だと思えてきた。あ、そうそうそう、意味がどれぐらいあるのかが分からないっていう、そこを本さんが全く説明しないから、どんだけ意味があるのかが全く分からない。しかもそれをさ、ね、従業員全部に押し付けて、しかも家族にも押し付けてさ、そこを労使関係で押し付けるんだったらそれまずくない、法律的に。で倫理的にも問題だし、医療機関で絶対こんなことやれないですよ。しかもこれ異行為じゃないって言ってますけど、うん、ね、でもそれ抗体がある人は出社していいよとか、そういうふうにやるわけでしょ。じゃあその抗体検査がどれぐらいの意味があるものをどれぐらいの精度でやってんの。 今やっと分かりましたね。抗体もいろんな通りがあるから、働く抗体もあれば働かない抗体もあるって言ったでしょ。しかも他何を引っ掛けてるかも分かんない。ナビタスクリニックとかも やってるじゃないですか、抗体検査って。意味が分かんない、どういうものよって。だから私たちが臨床検査で使っているものはどれぐらいの意味があってとかってちゃんと分かったものを使ってるんですね。それ臨床試験ちゃんとやってデータがあって、どういうものに対してここに対する抗体ですとかって全部分かってて使ってるわけです。でどれくらいの意味があるからこういうふうに解釈しましょうとかね、分かってやってるんですよ。ところがあの人たち何にも説明しないじゃないですか、そこのところ。ただやりました、それをまたね、新聞が報道するでしょ。しかもきっと全然データもまだ少ないんですよね。全然少ないし、それとサンプリングっていうのはランダムにやらないといけないんですよ。希望者を募っちゃダメなの、特にこういうね、数学でもそうですよね。そう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 、ランダムで世論調査もそうでしょ。世論か、どっちも、ランダムサンプリングじゃないと意味がないですよね。だからもう是が非でもランダムにしないといけないから、私に当たったらもうしつこくストーカーのようにかかってきますよね、電話が。それと同じでランダムじゃないとダメなんですよ、使えない。希望者募ったらダメなの。だからそのサンプリングの問題と、それから抗体のそのどういう抗体なのよって、ただ単にこれに対する抗体ですって言っても抗体に通りがあるわけだから、どういうものなのその抗体、何を測ってんのっていうことを知りたいの。私知りたくなってきませんでした。知りたくなってきました。ほらね、落とし穴がいっぱいあるでしょ。それに対する説明全くないままやってるんですよね。全くね、ナビタスもやってないのね、ま、だって説明できないでしょ彼ら、こう知識なさそうなんだもん。あったら怖くて手出さないよ。そうですよね。だからもうこういう時期ってね、もうこんな抗体やれますとか、 PCR こんなのでできますとか、20分でできますとかっていう人たちがいっぱい出てくるんですけど、もう本当にね、やっぱり厚生労働省が日赤で献血の人にやろうとしてるじゃないですか。ああいうのはちゃんと検討して、どこに対する抗体でとか、どれぐらいの効率の抗体なんだとかっていうのをちゃんと試験して、いやこれでやりますっていうのを5を出してるから、そんな変なものは使ってないはずなんですよ。複雑な手続きことを考えないといけないのが分かりました。今単純に抗体検査って言ってやっていいわけじゃないんですよ。何でも飛びついてはいけない。理解しました。分かりました。だから抗体って言っても、一口に言ってもこう質があるっていうのが分かりました。そうなんですよ。このやっぱり一番の問題は交差免疫がある、交差反応があるってことですね。
そうそう、だからそのどうしてもあのこれに対して特異的にっていうわけじゃないので、うん、どれぐらいの率でっていうのがわからない。でアメリカなんかはもともとその他の2つのものに対しては、調べてあ研究結果があるんですね。5シーズンぐらい の, あのこの間私も紹介したと思いますけど、で日本はあれがないので全くわからないんですよ。どうして日頃そんなことやっとかんのかい感染研はと、その大事なことやっとけよって感じですよね。全く使えるデータがないって。本当にマイラ何してんだよ普段岡田春江育てる前にちゃんとデータ出せよでも今日要点分かりましたね。なんであの抗体洗車がうーんクエスチョンマークがつくのか、うん、あれやっぱまずいと思うわ。だからね、あのやっぱり孫さんもあの三木谷さんもですね、あの思うんですけど、全く医学の知識がないから、こういう危ないことするのかなって思いますね。あと孫さんとか三木谷さんとか多分あの私がめっちゃ戦ってるあのね、なんとかちゃまとかっていう人と仲いいんじゃないかなって思って、その方あまりね知識がありそうに私は思えませんので、ぜひあの東大卒だからっていうことを信用せずにですね、あのちゃんと真面目にあの本当に専門家に聞いて、危なくないのか、どこに問題があるのかないのかっていうのをちゃんとプロブレムリストを作ってですね、それをいかにクリアするのかできないのかっていうのを検討してからぶち上げた方がいいと思いますね。一回ぶち上げてからあのポシャるとですね、あのなかなか失った信用って取り戻せませんよ、言っときますけど。で三木谷さんものすごくあのご自身のね、あの信用を毀損されたと思いますし、孫さんはあのマスクで、マスクもそうだし、あと、PCR ですね。でそれに持ってきて今度抗体ですから、抗体だったらいいだろう今度みたいな、これだったらいいだろうって。でも抗体複雑でしたよねだからもうね、お願いだから分からない人はね、あの口を出さないでっていうのが私の切なる願いです。聞いてくれるかなというわけで今回はですね、ソフトバンクの抗体検査がどうなのよっていうことに関してちょっと述べてみました。この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。